本日は東浜町福田選手、洞爺湖町堀選手、夕張市を吉田選手がご紹介します。では大型ビジョンご覧ください。179市町村応援大使、2021年東川町応援大使の福田優です。ここで皆さんに東川町をご紹介したいと思います。東川町は北海道のほぼ中央に位置する人の文化、自然が出会う写真文化史と写真の街です。日本最大の国立公園は大雪山の西岳を有し、北海道で唯一全湖地下水で暮らす町で、その水で育った東川米が町の自慢です。こだわりを持ったカフェやレストランもたくさんあり、どこを撮っても写真写りの良い町です。皆さんぜひ東川町に遊びに来てください。179市町村応援大使、2021年洞爺湖町応援大使の海月です。ここで皆さんに洞爺湖町をご紹介したいと思います。洞爺湖町は北海道中央南西部の地、海、山、湖の豊かな自然や美しい景観に囲まれた観光の街です。名産品は身が柔らかくて甘みたっぷりの文化湾産ホタテ、煮崩れしにくく甘みが強いバレーションコーラ、芳醇な甘みともちもち感、冷めても美味しい宝玉りなど、美味しいものがたくさんあります。これらは有珠山の噴火で作り出された肥沃な土地がもたらすジオの恵みです。他にも洞爺湖や有珠山など雄大で美しい景観や温泉、美味しい地元の食材が楽しめる魅力いっぱいの街です。皆さんぜひ洞爺湖町に遊びに来てください。179市町村応援大使、2021年夕張市応援大使の吉田晃生です。ここで皆さんに夕張市をご紹介したいと思います。夕張市は北海道のほぼ中央に位置し、夕張岳から流れ出る夕張川とその支流が市内を貫き、流域に沿って帯状に町が作られています。かつては炭鉱の町として優勢を誇り、現在は夕張ビワの産地として知られています。シューパルコや滝の上公園の森市といった豊かな自然風景と、日本遺産関連公園も指定された観光遺産を楽しむことができます。皆さんぜひ夕張市に遊びに来てください。本日は東川町を福田選手、洞爺湖町を堀選手、夕張市を吉田選手がご紹介しました。ファイターズは北海道179市町村を応援していきます。